tell nobody. We were sincere with all the broken hearted girls and boys. Don't need no captain, captain, la 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 la.基本僕はビッグノックアウトをする前にちょっと見たいので、まずはそこが一番多いかなと思うんですけど、見てすぐできることもそんなに多くはないかなと思うので、やっぱり家だったり夜寝る前とかが多いですね。出社して朝着いてからまず見ることが多いですね。そのまま練習に移ってお客様に入ると、学んだことをすぐお客様にも活かせるかなと思っていて、美容師の知識やっぱりたくさんあるとどうしても忘れちゃうことって多いと思うんですけど、朝見たことってそんなに忘れないと思うので、まずは朝見ることが多いかなと思います。まずはやっぱり手順的な部分を一旦文字に起こすことが多いですね。そこからやっぱりこう動画を見ないでやっぱりお客様をカットするのが当たり前になると思うので、手順を覚えつつなんでその動作をするのかっていうのも一緒に混ぜることが多いかなと思います。どうしても手順だけだと何のためにそのカットを入れてるのか、何のためにその角度に引き出してるのかっていうのが忘れてしまうことがあるので、一旦そこを覚えておくと結構違う部分でも応用が効いたりするなっていうのはすごく実感しますね。僕が本当に見てすごい勉強になったなっていうのがあるんですけど、枝村仁さんのセクションごとのセニングの入れ方っていうのがあるんですけど、美容師さんで悩む部分ってセニングを量を取るだけになってしまったりとか、毛量調整だけをしてしまう人もいるのかなと思うんですけど、どこにセニングを入れるとやっぱりボリュームが出る、ボリュームが抑えられる、あとは髪を曲げられる、そういった部分をセクションごとに説明してくれるので、これはめちゃくちゃなんか勉強になりました。やっぱりこの見やすさというか、まあ、本当に自分が学びたい施術をまとめてくださってるんですね。カットが得意不得意、ストレートが得意不得意って本当に美容師さんそれぞれあると思うんですけど、僕とかだとやっぱりまずカットを一旦見直したいなって思った時に、ベーシックカットっていう部分を押すだけで項目ごとにまとめてくださってて、最初はもう本当にシザーの使い方一つだったりとか、もうコーミングのコームの入れ方一つだったりとか、アシスタントの時に習ったことでもあるんですけど、でも改めて重要性を感じる部分だなっていうのがすごいあって、だん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 進んでいけばいくほどリアルなボブの切り方だったり、ワンレングスのブローテクニックだったり、今見てもう一度勉強したいなっていう部分がすごい感じられて、順番も振ってくださってるのでとても分かりやすくて使いやすいなと思います。クリエイティブの要素をゆくゆくはやっぱり磨いていきたいなって思った時に、たまにあの内田さんのだったりとかってあるじゃないですか。そこら辺のやっぱりこうクリエイティブがすごい方々のものもちょっと見たいというか、なかなかこう見てできるのかっていう難しさはあると思うんですけど、入りやすさは出るのかなっていう気はしますね。はい、今日ちょっと最後、自分で最初はノブさんと同じようなスピード感で切らせていただいて、その後にちょっと自分で手直しをもう一度させていただきました。まずはやっぱりちょっと講師の人のスピード感に合わせてやったんですけど、やっぱりまだ自分だとちょっとこう直したいなっていう部分があって、実際に今日の時間だと営業では間に合う範囲だったので、そこはちょっと良かったかなと思うんですけど、しっかりスピード感を持って、かつクオリティも伴っている状態っていうのを目指すために、1回やるだけじゃなくてもっともっと練習をして、1回見てやってみて、今回も多分スタイル的にこれでもやっぱりこうできたつもりにならない、営業の時ってなるともっともっとスピード感とクオリティが求められると思うので、そこを意識してもっともっと練習をしていきたいなと思います。2ヶ月くらい切ってないんで、ちょっと枝毛が目立つなって思って、ちょっとそこら辺もがっつりカットしちゃって、長さとかも全然気にしないんで整えてほしい。はい、大丈夫です。結構でも切ってもいいのであれば、ちょっとこの胸上ぐらいで収まるぐらいとかはやっぱりおすすめかなと思ってて、ロングってボンボンバランスがだいたいこれのもう一個同じ部分、お顔の幅に対してって言われるので、
かちょっとこの辺ぐらいで切ってあげてもいいのかな、黄金バランスで痛みもね結構やっぱ出ちゃってる部分が少しあると思うので、はい、そこはしっかり切ってあげていきましょう、はい。髪色の方はなんか品がある感じで、ちょっと大人っぽい深みがある感じ。前髪。そうそうそう。なんでこの色が似合うと思ったのか。なんでこの色が似合うと思った。そうですね。でもさっき言ったみたいにちょっとずるい言い方をすると、あの勉強させていただいたあれにあるんですけど、本当にニュートラルな部分って似合いづらい人がいない。感じなので、ある程度そのニュートラルな部分で収めようっていうので、あとはそこからはさっき言った似合わせってよりはなりたいイメージに近づけるというか、似合うプラスその子をどう見せるかみたいなのでちょっと作ってるので、似合わせだけだと日本人なら合いやすいちょっと赤みが含んでてお肌が白く見えるようなトーンっていうので作ってるので、彼女に合わせるって部分だと合わせの先の話、彼女が今こう見せたいなみたいなイメージにちょっと考えて作らせていただきました。今日ブラシを通してなくてハンドブローのみでドライカットに行こうかなと思ってるんですけど、コアの小西洋平さんのセミナーを見させていただいて、その時にやっぱりお客様で本当にあの美容師さんがやるみたいにこうブラシを使ってねこう引っ張ったりとかする人が、まあ、ほとんど今いないかなっていう状態で、その中でブラシをしてから美容師さんが切りやすいように切ってもそこに再現性があるのかなっていうお話をされてて、僕はその考え方がすごくあの共感を得たというか勉強をさせていただいて、ドライカットでお客様が自分で乾かした状態になるべく近い状態でちょっと切りたいなっていう思いがあります。で今ちょっとこの状態を見せたいんですけど、若干こっちにちょっとこう流れやすい癖が多分あると思うんですね。僕が今ブラシを通してないのでこういうのが分かると思うんですけど、こういった時だとチョップカットをする際にこうちょっとこっち向き、ハサミまあ右利きだとこう入れたくなるんですけど、逆向きに入れていってあげるとちょっとこう流れが逆に向きやすい、収まりやすくなるというか、うちに自然に入りやすくなるイメージになるので、こちらは斉藤純也さんのセミナーを見させていただいて、はい、勉強させていただきました。なんかあの後ろで揃えた時に例えば前に持ってくると本当に長さが変わるっていうのを小西さんおっしゃってて、生え癖だったりとか骨格がどっちかが出てたりすると後ろで揃えても前で揃わないっていうのが本当に多いって言ってたので、そこはちょっと僕もこうお客様がどっちが嬉しいかなって考えるとやっぱり前で揃ってる方かなっていうのはすごく思うので、ちょっと今こうして、アンダーの部分を前で揃えるっていうのをちょっと意識して作っています。ある程度は鏡越しで仕上げるんですけど、全体的にはやっぱりちょっと前から見たいですね。でこのままさっき彼女だとローレイヤーでいこうかなっていうお話だったと思うんですけど、こちらも小西さんの技術でちょっとこのアンダーのトントに角取るぐらいはレイヤーを入れていることがあって、ワンカール入れた時とかにもすごくそれで動きが出ると思うので、トップだけちょんちょんって切るっていうよりはそういったところまでなんか本当にすごく細部にこだわられている部分を真似させていただいています。こちらがさっき の, あのショートカットのノブさんのセミナーで、やっぱりあのショートカットのセミナーなんですけど応用を聞くことっていっぱいあると思うんですけど、レイヤーを切るときにあの常に今回はさっきと逆で自分が動くっていうよりは鏡越しで前で見ながら仕事をするっていうことを意識されていて、僕もやっぱりその方がチェックしやすいなとは思うので、今回だとこのアンダーの部分ってさっき前に持ってきた時に一番ベースになる部分になると思うので、ここがスカスカになっちゃうと本当にあの可愛くない重みのないロングになっちゃうかなと思うので、今回は本当にそんなに量は取らない方がいいかなと思います。この透け感をどっちかっていうとチョップカットで作ってるのでセニングを入れるっていう感じじゃない方がいいかなっていうのを今
思いながらやってるんですけど、自然な毛流れで下ろした時にこの癖があるんで真ん中に寄りやすそうだなっていうところはちょっと本当に間間引くぐらいで行こうかなと思います。小西さん本当に何度も何度も手で動かして自然な位置に下ろしながらやってるイメージがあって、なるべくこう自然な位置で均等に透け感を作ってるイメージだったので、ちょっと僕もそこは取り入れながらやっています。研ぎ切らなければ一番表面に来る部分が傷つかないで量が取れるみたいな、これもちょっと真似させていただいてますね。そしたら今回はやっぱりお顔周りはちょっと可愛らしさを出せる感じで作りたいので、ちょっとパッツン目でいかせていただきます。さあ右目の部分がちょっと出てきそうだから切ってもいいかな。お願いします。若干視点を上げて床平行ぐらいでパッツンだけどパッツンすぎないぐらいのイメージで作っています。今回彼女はどうしても癖があるので、まずはこの状態で整えて、で最後アイロン通してもう一回見ていく感じにします。ヘアだけで見たら大人っぽい要素をちょっと入れたりしてるんですけど、お洋服とか全体で見た時に可愛らしいイメージっていうのと、多分本人の喋り方とかそういうところを見てても結構柔らかい雰囲気がすごい伝わると思うんで、だからこそなんか可愛すぎない感じをイメージして作っていて、後ろは本当にもうちょっとワンカールぐらいで、前だけリバース巻きっていうのを入れてるので、巻くのがあんまり得意じゃないなっていう人だと後ろがやっぱり一番ネックになると思うので、前だけしっかり巻いてくれれば後ろは楽で押しても大丈夫だよっていう感じ。顔が縦長に見えれば見るほどちょっと大人っぽく見えて、丸くなればなるほど可愛く見えるみたいな感じで、パッツンっていうだけでやっぱ可愛い要素が出るんだけど、ここを透かしてあげるとちょっと縦長に見せれるようになるので、そこはやってあげると可愛いけど大人っぽい感じになるかなと思います。見せるとこれぐらいかな、ちょうど椅子の長さぐらい見えるかな。で割とやっぱりちょっとこう丸く作ってるので、自分でやってもちょっとこう内に入りやすいようなカットをイメージしてます。大丈夫そうでしょうか。大丈夫です。ありがとうございます。良きです。ありがとうございます。ヘアキャンプを普段見させていただいて学ばせていただいたことをベースにちょっと技術を取らせていただきました。まだまだ僕も本当に今美容師歴が5年目で、本当にこれからもっともっと上手くならなきゃいけない、そんな時だと思うんですけど、そこがすごくリアルに感じていただけたらなと思っていて、ヘアキャンプの本当に講師で出られてる皆様って本当にもうすごく上手で、最初からなんか才能があったとかもしかしたら思っちゃう方もいるかなと思うんですけど、今の僕って本当に多分まだまだ無名で誰かが知ってるような美容師さんじゃないと思うので、なんかだからこそ成長した姿を今後見せていけたらすごくいいなと思っています。僕美容師の1年目の頃はいわゆる落ちこぼれみたいな感じで、シャンプーも入社する前から練習していても、入ってからも1ヶ月ぐらいちょっと合格がもらえなかったりとか、辛さで一度美容師を辞めてしまって、2年目の6月ぐらいに改めて別の会社で働いて、同い年が先輩で1個下の子にも指示をいただくような感じで、みんながカットを練習してる時にもう一度シャンプーを練習してたり、カラーが初めて塗れたのも2年目の多分10月とかそれぐらい本当に遅かったので、美容師の才能みたいなのは本当になかったんじゃないかなって思うぐらいの存在だったんですけど、改めて今こう練習をずっとしていて、やっていくうちにどんどんできる技術が増えて、それでやっぱりお客様も増えて喜んでいただけて、今1ヶ月ぐらい丸々予約も取れないような状態にならせていただいたので、なんかそれが本当にこう僕よりもっともっと若い美容師さんとか学生さんにとってはすごい希望になってもらえたらなっていう思いがあって、最初落ちこぼれだった本当自分がもっともっと成長していく姿をこれからも皆さんに見ていただけたらすごい嬉しいなと思います。